はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もね、対戦やっていくんですけど、本日はラティアス使っていきたいなと思います。まあ、ラティアスはね、先日すでに動画にしてるんですけど、まあ、ラティアスもね、かなり強化もらってます。まあ、まず一つ目が専用技ミストボールですね。まあ、ラティオスとね、同じなんですけど、まあ、威力がね、95に上がりました。まあ、どういう技かっていうと、50% の確率で相手の特攻ランクを1段階下げるというね、まあ、非常にね、強力な技となっております。で、まあ、それ以外にもね、まあ、ラティオスとこれも同じなんですけど、まあ、冬とテラスタル、非常に相性がいいということで、まあ、今日はね、ラティアス使っていきたいなと思います。対戦相手の海洋ガさん、よろしくお願いいたします。まあ、相手の構築的にね、ガオガエンラティアスが今回基本選出なんですけど、まあ、ガオガエンラティアスである程度全て対応できそうなんだよね。で、まあ、この2体でちょっときついのが、まあ、羽ばたく神の瞑想だったりするんで、まあ、ラスト1体、まあ、羽ばかみに強めな直気発散を投げていけば、まあ、全対応できてるんじゃないかな。まあ、ラティアスね、結構ラティオスと違って器用なことができるんで、なんかウーラオス入りにね、サイクル回せるパーツになるかなと思ってます。まあ、選出はこれでいきましょう。よろしくお願いいたします。まあ、ラティアスはね、ラティオスと違って、まあ、火力面はね、ちょっと劣るんですけど、まあ、逆にね、耐久面が高いというところで、まあ、瞑想積んでね、まあ、再生積んで、まあ、全抜きを狙っていくみたいなね、動きも強いんじゃないかなと思ってます。まあ、ちなみに今回ね、アイテム、まあ、ゴツメにした理由は単純に連撃ウーラオスに対する削りを意識して入れてますね。まあ、食べ残しとかで、まあ、全抜き性能を上げるっていうのもね、かなり強いかなと思っています。オッケー、初手合わせていく。まあ、ガオガエンもね、ガオガエンでね、かなり強化もらってるんですけど、ガオガエンってさ、炎で威嚇なんで、オーガポンにめちゃめちゃ強いよね。で、まあ、ここはさすがに、どうなんだろう。まあ、居座ってくる可能性はあるけど、俺今回、HB ガエン使ってるから、まあ、余裕あるんで、一旦鬼火打っちゃおうかなって言ったらね、ちゃんと居座られてしまっていく。まあ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 、なんとかはなるんだけど、まあ、ちょっと剣舞岩石とかはね、ありえないんで、いや、どうしよう、ここ、まあ、フレドラ撃つべきか、ステゼリフ撃つべきかなんだけど、引っ込めた時の両対応で叩きでいく。はい、相手居座ってくる、まあ、鬼見たら引きづらいっていうのはあるのかな。なんかガオガエンが、まあ、若干押されつつあるんですけど、まあ、叩き撃って次フレドラとかで落ちないから、まあ、オーガポンのね、ガオガエン対面は、ガオガエンが勝ってくれさえすれば多分それでいいんで、はい、岩石撃たれる。まあ、なんかね、まあ、ガオガエンがちょっと押され始めてるな。まあ、ぶっちゃけオーガポンより早いポケモンを裏に入れた方がいいな。ね、これガオガエン捨て台詞からのパオジアンだし、ハチマキ砕く。まあ、でも悪タイプ被ってるから、それは微妙だけど、まあ、オーガポンに、まあ、まあ、HB なんでさすがに強いですね。うん。まあ、なんかここいらで引かれそうなんですけど、相手も引く。おー、オッケーオッケーオッケー、岩石。これありがたいですね。で、フレアドライブで多分落ちんじゃない？落ちないか。落ちないのか。まあ、でも岩石避けたんで、まあ、そもそも岩石は耐えてそうだけど、まあ、一旦、なんか対面運用するポケモンじゃないんだけどね、ガオガエン。ま、一旦、相手のオーガポンが居座り続けてくれたんで、まあ、対面的に処理していきましょう。さすがにね、このオーガポン、残されることはないよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、残されることはないって言ったけど、実は今回のラティアス、まあ、耐久調整してて、純速ウーラオス抜きにしてるんですよ。なんで、その、鋼テラスとか切った後にオーガポン出されると結構やばかったんで、まあ、ここで処理できたのはだいぶ美味しいですね。で、まあ、ガオガエンに対して強いのが、まあ、何でもいたか、連撃ウーラオスとか、海竜とか、羽ばたく神とかいたんで、まあ、でもね、全部ね、後出しできるように対応してるんで、ウーラオスオッケーオッケーオッケー。だからここで、うん、連撃なんで、まあ、ここは一旦ラティアスに引いていきますか。まあ、ちなみに今回ラティアス、魅惑のボイスっていうね、新規習得した技あるんですけど、まあ、ここの枠はね、まあ、何でもいいですね。まあ、一旦なんか悪タイプに打点ないと弱いかなと思ったんで、フェアリータイプの技を入れたんですけど、まあ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 、竜の波動とかでもいいのかな。うん、海竜に打点、でも海竜はね、鋼テラスしたいわね、まあ、へっちゃらなんで、まあ海竜に打点持つ必要がないといえばないんだよね。はい、水流。これ5つ目だと、5つ目入るとありがたい。オッケー。まあ、パングロだとしても、そのラティアスの方が早いから、ウーラオスの動きを見つつ対応できるっていうのがあって、まあ、結構ね、その、まあ、5つ目は強いかなと思ってますね。うん。まあ、ウーラオスは基本的にいじっぱりが多いから、まあ、調整ラインいじっぱり抜きにしてるけど、まあ、なんか最速抜きにすると、まあ、パングロ冷凍パンチとかがね、結構痛かったんで、まあ、一旦いじっぱりウーラオス抜きのラティアスにしてますね。で、まあ、ここはもうサイクル回せるんで、ミストボールでいきますか。うん、相手引っ込める。まあ、これでね、圧かけていけるっていうのあるね。羽ばたく神、これね、専用技の C ダウンがね、ちょっといきますね。まあ、C ダウン引いてくれたら、まあ、直気アスタムに引きやすいって感じかな。まあ、正直、
まあ、直キアスタムとこっからはラティアスのサイクルで、まあ、負けないんじゃないかな。シーダ、おお、いいね、これ強いよね。うん、まあ、ここはハッサムに引っ込めていきましょう。これなんか相手の戦術にいい感じに合わせたね。ガオガエンがオーガポーに強くて、連撃ウラオスにラティアスが強い、そして相手の羽ばたく神にハッサムが強いというところで、まあ、これがね今回の基本戦術なんですけど、結構いい感じにドンピシャでハマりましたね。で、相手がねカイリューとか投げてきたら瞑想ラティアスの鋼テラスとかで詰ませに行くみたいなのを考えてますね。まあ、なんだかんだ言ってね、ラティアスのテラス、まあ、今は鋼が多いですけど、まあ、冬ってやっぱ鋼相性いいんだよね。で、電気もなんか弱点消えるみたいな話はあるんですけど、まあ、電気はねさすがにちょっと弱いね。うん、まあ、電気っていうタイプが耐性良くないんで、まあ、鋼と冬のね相性の良さはやっぱ光りますね。まあ、ここは素直にバレパンでいきましょう。まあ、連撃ウーラオスに引かれても5つ目3回で倒せるから、まあ、相手ウーラオスに引くに引けないんじゃないかな。引いてもあんまり解決にならないもんね。まあ、羽ばたく神がね痛み分け見えてるんで、まあ、アマイルがあるとちょっとだるいんだよな実は。これある水テラスアマイルが一番やだ。まあ、本来ハチマキ海流の神速とかで処理するのが羽ばかみへの美しいルートなんですけど、これね、まあ、ちょっとめんどくさいね。でも瞑想はないから、最悪まあ、ラティで瞑想すればいいかな。うん、甘える、いや今と持ってるな。甘える痛み分け、まあ、瞑想鋼テラスラティアスでいけるけど、一応ラティアスとウーラオスの素早さ関係がまだはっきりしてないんだよな。これ最速でもいいな、最速ウーラオス抜きにしてもいいな。まあ、羽ばたく神多分瞑想とかないし、まあ、ミストボールで特攻が1段階下がってるんで、まあ、そこら辺は問題ないんですけど、まあ、ただやっぱ一つ気になるのがハッサムから羽ばたく神に対する打点がないので、痛み分けが厄介なんだよね。まあ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 、でもトンボ返しこれなんとかなるのかな。瞑想はないよね。瞑想あった場合相手ムーンフォースワンウェポンだから、まあ、ラティアスで勝てるけど相手のウーラオスに勝てるかって話だよな。まあ、とりあえずまあ一旦ハッサムに引きますか。まあ、最終手段として、まあ、ラティアスで鋼テラス瞑想して、うん、連撃ウーラオスよりラティアスの方がまあ大体早いだろうっていう願望プレイをする。まあ、それかなんか相手がいい感じになんか甘える痛みはちょっとむずいからミスってくれたらハッサムでまあ処理できんのかな。まあ、ダブルウィングでいいかな。ダブルウィングで削って、まあ、相手ねここ何を押してくるかわかんないけど、まあ、とりあえず多分甘えるでいいんだよな。これまあめんどくさいな。ラティアスの素早さラインを抑えたのがもしかすると負けにつながるかもしんない。まあ、ただやっぱ連撃ウラオスにサイクル回すポケモンとしてはかなりね使用感は良さそうですね。はい、シャドーボールオッケー。これさ、あー、まあめっちゃ弱いね。ダブルウィング打って、まあ、これでバレット圏内に入ったんで、まあ、これはかっ、あー、そもそも落ちるんだ。オッケー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 。まあ、なんならなんかハッサムで居座り続けて、まあ、どっかでバレット圏内に入れちゃえばいいかなってなったんで、まあ、これは、羽ばかみ処理できたんで、あとはラティアスで勝ちかな。ハッサムで剣舞とかなんか諸々のケアをして、ラティアスで締めればいいんで、まあ、ここはダブルウィングで居座りましょう。ということで、まあ、ラティアスね5つ目触らせてミストボールでねシーダウンさせただけなんですけど、まあ、サイクル加入できてたんじゃないかなと思います。はい、対戦相手の方が見つかりました。アルプ小松さん、よろしくお願いいたします。相手の構築レギュレーション E の、まあ、トレンドパーティーみたいなね、まあ、強いポケモンたちで固められてるんですけど、脳内だとこれラティアスで詰ませることができそうなんだよね。まあ、相手の攻撃にパオジアンがいないっていうのもあって、まあ、ラティアスがだいぶ動かしやすいので、うん、まあ、ラグラージュは投げたいね、刺さってるし。まあ、ラティアスを投げると相手の神がちょっとめんどくさかったりもするんで、まあ、ラティアスとね神の瞑想の積み合い、多分ミストボールのおかげで多分ラティアスが勝つと思ってるんで、うん、まあ、ラグラージュハッサムラティアスの選出でいいんじゃないかな。うん、対戦相手の方よろしくお願いします。まあ、意外とカイリュウとガチグマに対してハガレテラスの冬っていうのがねめちゃめちゃ強いんですよね。まあ、なのでそう問題になってくるのはディンルーの吹き飛ばしね。まあ、ラティアスで積んでいきたいんですけど、まあ、ラティアスで積む上で、いやーこれディンルーの遂行速度遅すぎるな。まあ、とりあえずステロ巻きますか。ステロ巻いて、叩いて、まあ、あくび打って、みたいな感じでコロコロして、まあ、サーフ号も鋼テラス瞑想とかでいけそうだけどね。まあ、ただトリックとかちょっとね、まあ、どうしようもないんで、まあ、そこは、まあ、相手とのね、噛み合わせとかは、正直、重要になってきちゃいますね。はい、で、まあ、お互いね、名刺交換のごとくステルスロックを巻いて、まあ、ディンルーがね、
お盆の実とか持ってる可能性が一番高いんで、やっぱディンルーのアイテムをはたいておきたい。ラグラージとラティアス、まあ、めちゃめちゃ相性いいわけじゃないような気もしてきたな。うん、やっぱラグラージの裏には、まあ、高火力アタッカーとか、まあ、リュウマイとかね、剣舞とかの、まあ、高火力積みアタッカー置いた方がやっぱ強そうですね。はい、マキビシ。まあ、それね、ステロマキビシは、ただラティアスにステロしか入んないんで、問題ないと見せかけてハッサムがゴリゴリ削れるんだよね、これ。はい、あくび打って、まあ、相手誰に引くかっていう話ですね。まあ正直ね、ディンルーの処理速度が遅すぎて、相手ディンルーを眠らせてきてもいいかなと思ってたけど、相手は引っ込めて、吹き飛ばしてきた。で、ここで、ハッサムが来てほしい。いや、これなんなら、もうね、ラグラージとハッサムを、これもうサイクル回せないですよ、ステローマキビシ巻かれちゃったんで。これディンルー強いよね、やっぱ。なので、もうハッサムとラグラージを倒してもらって、まあラティアスで、もう積んで全抜きした方が多分強いな。これ多分ね、全抜き狙いたいんだよな。まあ、とりあえず多分相手ここ引っ込めてくると思うんで、まあ、畑落とすで、もう相手のアイテム全部畑落としておきますか。ラティアスを通すためにみんなで畑落とす。はい、相手引っ込める。まあ、引けるやつ、海竜かな。ガチグマ、オッケー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 。一旦、相手の裏次第ではラティアスでいける。はい、畑落とします。で、アイテム見れるの結構でかいですね。残飯とかお盆じゃなければあくびがないんで、直帰オッケーオッケー。あくびないんで、まあ、ラティアスで鋼テラス瞑想の起点にできますね。はい、強すぎで、ね、これは、まあ、ハッサムを倒してもらいたいんで、まあ、適当にわちゃわちゃして、まあ、まずラグラージも倒してほしいんだよね。相手引っ込める。ディンルーかな？オッケー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 。まあ、これディンルー削れたのはナイスで、いや、裏次第だな。これ、海竜は多分ね、ラティアスで詰めれて、ウーラオスもラティアスで頑張れそう。まあ、ハバカミだよね。ただ、ハバカミに後出しできるほど、ハッサムの体力はない。ステロマキビシなんで。やっぱ強いな、ステロマキビシ。で、これどういう風に、まあ、ラティアス1位に残すかって話なんだけど、これ、ラグラージをどうやって倒してもらうかがね、結構重要になってますね。ラグラージが食べ残し持ってる、関係でなかなかね体力が削れないんですよ、ステロマキビシでも。カタストロフィー打ってほしいな。あー、まあまあまあないのかな。ステロマキビシ吹き飛ばし、まあヘビーボンバーとかはあるかな。まあハッサム、いやどうなんだろうな。ここでハッサム来るのもね、ハッサム来るでちょっと難しいんだよね。ラティアスオッケーで、まあ多分カタストロフィーがないから相手はラティアスに対して打点がないんですよ。まあカタストロフィーあったら多分ラグに打ってるからね。なのでここはラティアスの全抜きまで考えて、体力管理しておきましょう。これいけんのかな。ちょ、ラティアスの性能次第、吹き飛ばし、はい、もうちょ、ラグラージを削ってほしい。ハッサムは一旦取っておきたい。いやー、まあハッサムはね、まだ死なないでほしいんだよね。あー、まあまあまあいいや、まあこの際いい。ステロマキビシ耐えるよね。オッケーで、トンボで、まあ、ディン、いや待って、トンボ打たないでいいな。これさ、バレットを打ちまくって、うん、いやいいな、これバレット打ちまくっていいな。トンボ返り打っちゃうとハッサム引かなきゃいけなくなって、ラグラージが、まあラグラージ出す。あー、ナイスナイスね。次のバレットで落ちそうだな。うん、これで、まあ、最速をケアできるようになったな、このバレットパンチの急所で。はい、ハッサムでバレットパンチ打って倒します。で、裏が神だったら神から来ない。ガチグマから来る。で、まあ、ガチグマ、いや、そうだよね。裏から来るよね。オッケーオッケーオッケー。で、連撃かどうかが大事で、連撃オッケー。これはね、多分勝ったわ。いや、強くない？あ、ディンルー倒して、ウーラガチグマに、瞑想ラティアス、ま、負けないよね。待って、これさ、ラティアスさ、S ライン上げる？上げてもいいな。最速剣舞裏なんていないけど、ランクマッチだと。まあ、正直、カジュアル体制の環境では、いても、まあ、おかしくはないというか、まあ、まあまあまあ、いろんな可能性があるからね。あ、はい、アクアジェットで吹っ飛ばしていく。で、まあ一応ラグから打つか。まあドレインパンチされてもあくび打てるだけでいいから、まあラグラージ耐えないと思うけどね。パンチグローブだと多分耐えないよね。まあ、耐えないけど、あくびクイックターンの動きが、まあ、相当強くて、で、直帰ガチグマでしょ。で、直帰ガチグマは、瞑想自己再生で起点にできるから、まあ、ここは打てたらラッキーのあくびで相手のテラスが見れました。まあ、水か毒でお願いします。これ鋼だとちょっと倒せない。てか鋼以外 OK。 あとは、いやーでもどうなんだろう。
いやこれラティアスね、ウーラオス最速抜いてもいいわ、うん、ちょっと怖いわ。まあでも多分上取ってんだよね。はい、水テラスとイルレンダーもラグラージが吹き飛びます。はい、吹き飛んで、まあでもなんか思ったより火力ないな。最速ある？なんか思ったより火力ないぞ。まあまあでもやることは変わらないですね。うん、ミストボール打って、でガチグマ来たら鋼テラス瞑想打って、まあ素早さラインだな大事なのは。まあでも正直素早さラインって言ってるけど、なんか負けてもラティアスがオッケー上取ってるなら問題ないですね。で倒して、まあ、ガチグマに鋼テラス瞑想、いやいいね。だからラティアスね、ハオジアンと、まあ、一応神以外には結構強くて、まあ、神も先に瞑想できてればミストボールの C 段まで含めると多分いけるんで、なんか環境トップの構築に対してちょっと強そうなのがいいですね。まあ鋼テラスで瞑想していきましょう。まあ、これね、あのブラッドムーンしか打点がない、ブラッドムーンとハイパーボイスしか打点がなくて、まあ、真空波は瞑想してればね、もうビビたるものしか入らないんで、まあ、これね多分負け筋がないかな。まあ、しかもはたきでねアイテムが直帰っていうのが分かってるんで、まああくびとかね、なんか眠り、まあ眠られても鋼テラス瞑想負けないけどね。うん、やっぱガチグマに強いな鋼テラス瞑想、いいですね。まあガチグマもね、あくび持ちとかいるんでね、そこはなんかめちゃめちゃ強い起点になるかっていうのはあれだけど、まあ直帰だったらね相当ラティアス側が有利かなと思います。まあこれも直帰もはたいてるんでミストボールでいきましょう。真空波もう全然入らない、思ったより入った。はい、ミストボール打って勝ちということで、まあいい感じになんかディンルー削って、まあハッサムとラグラージにわざと倒れてもらって、まあ全抜き体制をね整えることができたんじゃないかなと思います。はい、ということで対戦相手のアルプ小松さん、対戦ありがとうございました。まあラティアスね、来月のランクマッチから結構期待してる新ポケモンということで、まあよかったらね皆さん使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。